息は日本海軍の戦艦。艦名は旧国名、息国にちなむ。日本海軍の法令上は旧事態の息だが、本項目では息と表記する。1915年10月4日、広人親王及び統合平八郎元水が感染する中、標的艦として撃沈処分された。意は元は ロシア帝国の艦隊総交換インペラートルニコライ一世であった。ロシア帝国海軍時代には、一時はバルチック艦隊の最有力艦艇であり、機関を務めたこともあった。インペラートルニコライ一世は、バルチック艦隊に所属して、日露戦争に参加、ニコライ・ネボガトフ少将指揮下の第三艦隊に所属し、ネボガトフ少将の機関として、ウラジオストクに向かう。 公開中の1905年5月27日、バルチック艦隊は日本海軍と交戦する。戦闘で負傷したジノビー・ロジェスト・ベンスキー提督は、大破した、機関、クニャージス・ボーロフから、駆逐艦、ブイヌイに、脱出、艦隊の指揮権は、ネボガドフ提督に委ねられた。翌5月28日、ネボガドフ提督指揮下のロシア側5隻は、 連合艦隊に包囲され、降伏する。本艦と同時に、オリョール、アプラクシン、セニャービンも降伏した。イズルムードのみ逃走に成功した。6月6日、日本海軍は露革したロシアン軍艦5隻を解明する。オリョールは、戦艦、岩見、アドミラルセニャービンは、解剖艦、三島、駆逐艦、ベドーブイは、サツキ、ゲネラルアドミラルアプラクシンは、解剖艦、 沖ノ島、そして、インペラートルニコライ一世は、戦艦、域、域と命名された。同日府で5隻はそれぞれ軍艦籍に編入される。本艦は、横須賀沈隻籍と定められた。同年10月23日、東京湾で外戦艦艦式が行われる。元ロシア海軍艦艇等も外戦艦艦式に参列した。12月12日、 意は一等解剖官に類別される。翌年、佐世保交渉での修理が終わる。1915年5月1日、意は帝国軍艦籍及び官邸類別等級票から除籍される。本館は標的艦として処分されることになった。同年10月1日、厚田神宮参拝を終えた、大正天皇皇太子の広人親王は、東宮語学問所総裁。 東郷平八郎、道館城笠原長生、東宮寺重町入江ため、守る海軍元帥井上良慶等と名古屋港より、駆逐艦、カバを経由して、巡洋戦艦、春名に乗艦する。10月2日の射撃予定は、悪天候により延期された。10月3日の射撃予定も、息の鋭作切断のため中止となる。10月4日午前10時15分以降、 皇太子や統合元水が見学する中、三重県蕎麦沖で、混合型巡洋戦艦2隻は、域に対する実弾射撃を開始した。射撃前、統合元水は皇太子に、域の艦歴や日本海海戦当時の状況を説明している。射撃されて十数分後、域は、右舷に傾斜して転覆し、沈没した。10月26日、横須賀海軍校省庁は、 意気の模型を広人親王に献上した日本海軍史第9巻第10巻の召喚履歴及び官報に基づくありがとうございます。